AI 絵師なんていう言葉がね、まあ近年出てきたわけですよ。何かっていうとさ、こういう構図で書いてくださいって文字情報をさ、バーッと文章で打つわけよ。箇条書きかなんかでさ、こうしてください、こうしてくださいみたいな。そうするとね、AI が勝手にそのイラスト書いてくれるみたいなさ、ね、そういうサービスとかが結構出てきてね。で、それで、なんだろう、自分の手で、線を引いて絵を描く人たちを絵師と呼ぶならば、文章でね、やって絵を描く、イラストを描くっていうのが AI 絵師なんて呼ばれたりするわけですよ。なんかね、正直ちょっとさ、これに関してはもうちょっと微妙なところがあってさ、一応ね、その AI つっても、その指示の出し方一つで作品が変わるからさ、そのね、それはそれで AI 師は AI 師でそれなりの技術が必要だなってのは分かるんだけど、けどなんかね、やっぱりね、その自分が書いてないのに自分が出力したっていうね、自負はあるからさ、自分がこういう絵を作ったっていう自負があってね、それが文章じゃなくて絵だからさ、やっぱ AI 絵師って名乗りたいわけよ。ね、イラストレーターとかそんなんじゃなくて、もう AI イラストレーターとかさ、そういうね、手で描いてる人間と同じカテゴリーにしたがるわけよ。ね。そういうのがちょっと許せんみたいな声もあってさ、なんでそういうね、絵師という言葉にこだわるんだみたいなことを言っとってさ、俺そのツイートにさ、リプライでさ、だってエスカレーターだって登る、下るって言うじゃないですか。って書いたんだけどさ、まさにそういうことなんだよね。階段を登ってる人間はさ、俺は階段を登ってるね、体を動かして階段登ってるって言うけどさ、ね、行為としては、現象としては運ばれてるだけのエスカレーターもさ、ね、立っとるだけでブーンって運んでくれたりするわけよ。そんなエスカレーター乗っとるってもさ、我々人間はさ、登っとる下っとるって言うじゃないですか。それと一緒なんだなと思ってさ、なんて言えばいいんでしょうね。俺もね、共存はね、正直無理だと思う。だってね、AI の絵だけじゃないんだけど、それこそなんて言うんだろうな。共存は難しいと思うな。結局個性だよね。与えられたそのオーダーに対して、クライアントからのオーダーに対してね、それに応えられるかどうかなんだよね。絵師はね、細かくここをこう修正してくださいね、っていうそのね、修正に対応できるわけやねんか。ね。あ、この線を消してこう書けばいいんですね、みたいなとかさ、あ、ここにこのリンゴを足せばいいんですね、とか、まあ極端な話ね。ね。で、もうちょっとこの色味をなんとかしてください、みたいな感じの細かい注文をリアルタイムでできるわけよ。ただ、ね、体力と時間がかかるわけよ。手で書いとるから。調整なんだかもしれない。でも AI の場合はさ、あ、条件言ってください。はい、わかりました。カタカタカタ、パーンみたいな感じですぐできるわけよ。けど、じゃあ、この部分だけよ。他はいいんですけど、この8割はいいんですけど、残り2割ちょっと変えてくれませんかってなった時に、まだ AI の絵に関しては難しいんじゃないかなっていうのと、全く同じ絵を複製できるかって言ったらそうでもない。コピーとかでさ。レイヤーとかをね、分けてさ、そこら辺がちょっと難しいんじゃないかなとはちょっと思うけど、まあそれも技術の問題だから、だいぶね、時間の問題かなってのは思うんだけど、例えばこんな話があります。そうだな、映画を撮るときにね、映画を撮るときのカメラって、みんなどういうものを想像します?映画を撮るときのカメラ。なんかテレビマンが担い取るようなさ、なんかバズーカ砲みたいなさ、20キロとか30キロあるさ、あのクソデカカメラでさ、ね、あれを担いだりとか、あとクレーンに乗ったりとか、ね、あとは三脚みたいな、レール引いた三脚みたいなのに乗せてさ、なんかそのテレビカメラみたいなこと言われるやつのさ、まあ映画版ですわ。そういうね、プロ仕様のやつがあるわけですよ。ね、映画って全てがあれで撮っとるとみんな思うでしょ?でも実はそんなことなくって、最近のほら映像技術ってすごい発達してきたから、一眼レフのカメラあるじゃないですか。あれでいいんですよ。あれでも、ね、その何十万、何百万、ね、何十キロみたいな感じのキャノンみてえな、ね、バズーカみてえなカメラと同じ
画質で撮れたりするわけですよ。うん。なんならむしろ今ってドローンとかで、あの人間じゃちょっと難しい画角とか俯瞰とか風景とかを撮れるからっつって、ね、ドローンに積み込ませるからこそ一眼レフみたいなのが、ね、あの一眼レフみたいな、その20キロ30キロのやつをドローンでギューンって釣り上げるのよりもさ、ね、あの2キロ3キロのね、一眼レフの方がさ、すぐフッと上がるじゃないですか。ね。でしょ？けど撮っとる絵は一緒なんですよ。映像ね、撮っとる映像は一緒なんですよ。けどね、絵と一緒じゃないですか。出力されるイラストは一緒かもしれんけど、その過程が全然違うんですよ。うんね、同じ映像なのに全く同じとは言わんよ、もちろん。それはほら、描いとる人間のね、癖があるからさ。ね、そうでしょ。で、役者の芝居だってね、全く同じことをね、コピーするようにできるわけじゃないからさ。ね、各カットずつね、テイクとかパートによって変わってくるわけよね。だから、あの唯一無二はないんだけど、けどそういうもん。でもなんでね、そのね、映画マンたちは高いカメラを使うかって言ったら、顧客が納得するかららしいんですよね。うん。ね、正直さ、ね、例えばさ、500万円で映像制作の依頼を出しましたって言った時にさ、画質は一緒よ。画質は一緒なんだけどさ、そういうね、キャノンみてえなね、バズーカみてえなカメラでバーンって撮るのとさ、あの、スマホで撮るとさ、みんなどう思います？ 500 万払ってスマホの映像を送られるんですよ。ね。でも出力の結果は一緒なんですよ。ね、映像のね、具合とかは一緒なんですよ。けど、ね、でそこは人間のおかしいところで、人間のバグみたいなところで、まあそれが人間たるところだと思うんだけど、そういうのが存在するわけよ。うん。だから客を、あくまでも客を納得するため。うん。まあむし、あ、まあとはいえね、あの、まあ細かい話をすれば、そのカメラの性能だったりとか、レンズの性能だったりとかで、あの、見え方とか、あと色の出し方とか、そういうのが変わってくるから、まあ一概にね、あっちだこっちだって言えんわけよ。どういうね、その監督、映画監督がどういう雰囲気の映像を撮りたいかで全てが変わるから。うん。けど映像と違って絵だからさ。うん。そこをさ、AI で出そうが、絵で出そうが難しいところがあるし。でね、そうとは言っても AI を全否定はできんわけですよ。例えば、ね、そのさっきも最初に言ったように、自分でね、手書きする人たちって、やっぱどうしても時間かかるわけですよ。うん。もちろんさ、ね、1万円だったらいいかもしれんけど、それが漫画とかさ、ね、ゲームの背景とかさ、ね、そういう話になったらさ、1枚1枚全部手書きにするわけ。無理じゃないですか。ね。だから結構、人物は自分で書くけど、風景とか背景とかは AI に書かせるみたいな人ももう出てき始めとるんですよ。手で書いとる絵師の中に。うん。そういう頭のいい使い方というか、うまい使い方というか、ね、結果は同じなんだけど、自分の負担が減るというかさ、うん。ね、アシスタントとか雇って背景描かせるんだったら、まだわしも、ね、あの、そんなお金もなければ、人気もなければ、ね、あの、名前もそんな売れ渡ってるわけじゃないしっていう人からしたら、そういうやりくりの仕方ってすごい頭いいじゃないですか。ね。そういうね、AI を使う知識があってさ、ね、で、絵も描く知識があってさ、じゃあ、あの、欲しい構図、欲しいポーズは自分で描くけど、それ以外のところは AI にちゃちゃっと任せようみたいな感じでさ、ね、1日24時間365日、体力だって有限なわけですから、ね、そういう使い方するんだったらいいと思うし、共存できるわけよ。うん。だから考えてみてください。ね、それこそ、じゃあ自分が背景を他人に依頼しました。AI でカタカタって言ってね、なんか5分10分とかで、はい、出力しました。料金は20万円ですっていうのとさ、あ、納期1週間ください。じゃあ納期は3週間ください。あの、報酬は20万円でいいですって言ったらさ、どっちの方に頼みたがるみんな。っていうことになるわけよ。ね、難しいでしょ？そこ難しいでしょ？なんか結局使う人間のさ、対象の問題だからさ。うん。でね、なんかその AI 絵師の人たちは多分ね、だ結局その AI の元になる絵ってさ、あれだから、手で描いとる絵師たちの、ものを AI が学習して、ね、パターンを似せて、なんならパクって、トレースしてやっとるわけだからさ。
ね、あの絵師の〇〇さんのみたいな作画をね、あのお願いしますカタカタパーンみたいな感じでできるわけよ。恐ろしい時代だよね。うん、そうなるからさ、難しいところではあるんだけど、けどそこら辺ね、ちゃんとね、なんて言うんだろう、法整備というか、これはあくまで AI で出力されたものですっていう明記、とかを、それこそ NFT とかあるんだからさ、そういうのをしてね、そういうのがもしもバレたら、ね、AI かどうかを判別する AI もあるくらいだからさ、ね、だからそういうのってさ、さっさと法整備してしまわんと、もうなんか手のね、手で描く絵師の人たちが仕事を奪われて、疲弊して、引退して、みたいな。ね、ダメになるっていう。そういう時代が来るし、ね、それって誰のためにもならんわけやねんか。まあ、中にはね、すごいなんかプログラムにというか、そういう言語化に長けとる人がおってさ、俺は AI 絵師で飯食ってくんだって言って、他から仕事取るのもありなんだけどさ。でも絶対そういう人たち隠すでしょ。自信をね、技術に自信があるんだったらやるかもしれんけど、ね、そうじゃなかったらさ、AI 絵師ということを隠してさ、ね、コンテストでもあったじゃないですか。ね、なんかその、海外やら、なんかのさ、海外のね、コンテストやらで優勝した人が、いや、実はこれ AI で書いたから、俺は、その、受賞をね、辞退します、みたいなことでさ、言ったけどさ、ね。でも本来はそれってさ、出品したらあかんやんっていう話になるわけさ。だからこの話ってすごい難しいんだけどさ、さっさと法整備してさ、ね、AI っていうのを隠して、なんかそういうことがあったら、重い罰を与えるとかさ、そういうことで縛らんと、むちゃくちゃになるよね。正直なとこ。ねえ、だって100円均一でいい、それこそ俺釣りやっとるからさ、ね、趣味で釣りやっとるからさ、最近ダイソーとかセリアとかでさ、釣り具とか売っとるわけよ。あれもまさにさ、どっかね、有名なところのルアーを買ってきて、それを形ね、型取って、なんかその金属流し込んで量産しとるみたいなレベルのもあるわけよ。ね、樹脂をとか流してとかさ、模造品みたいなのもいっぱいあるわけよ。ね。じゃあもうみんなこれでいいじゃんって使い始めたらさ、大元のメーカーがね、利益なくなって終わっていくわけやねんか。そういうのがあるからさ、よくはないよね。でも金のないやつはいっぱいおるからさ、ね、金のない子供とか学生ね、子供学生とかだったらさ、正直そういう100均ルアーとかって、まあ、使ってもいいと思うんだ。使うべきとは言わんけど、使ってもいいと思う。ただ、ね、それなりに稼ぎのある大人たちがさ、ね、メーカー物を買わずにダイソーのやつっていいわとかって言い出したらさ、もう終わるわけよ。長期的に自分たちの首を絞めとるわけよ。じゃあそれでさ、メーカーがどんどんなくなってさ、ね、百均釣り具もさ、ね、パクる先がなくなってさ、ね、ダメになってさ、じゃあ釣り人は何を買えばいいんだってことになるってさ、ね、結局自分たちが苦労するわけやねんか。意味ないのよ、そういうのって。そういうのがあるからさ、難しいとこだよね。さっさとなんかルールとか決めてしまってさ、でも政治家はダメだからね、特に日本なんてのは期待できんからさ、ダメなんだろうなってのはもううすうす感じとるけど、あかんだろうね。はい、皆さんはこういうね、AI と人間のものね、権利の問題、利権の問題、どう思います？はい、以上。